はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。南の遺跡だっけ、西の遺跡だっけ、なんかよくわかんないけど、そこで秘宝を手に入れて、カイ様のところに戻ってきたところですね。傷は治してくれます。はい、終わり。実はアシュラの手下が秘宝を持ち去った。私たちはこれからアシュラの基地へ行きます。そっか、メカになってんのか戦闘だから。あなた方と一緒に行くわ。この世界をアシュラから守らなくては。カイが仲間になった。アシュラの基地は北の谷にあります。じゃあ行きますか。で、装備は少し買い足しました。エスパー最高だが、で、主人公こうミカミックスの防御とかも上げたいんで、ブロンズの盾を装備させてます。で、力はね結構増えてきたんだけど、他の部分が若干弱いので、まあ、力はミカミックス20、魔力はもう捨てるとして、素早さと防御もうちょっと上げたい。エスパーも素早さ防御を上げたいんだけど、防御はいっかっていうような感じ。モンスターもね、いつ肉を食わせるか、そろそろ食わしちゃってもいいような気もするけど、弱体化しそうなんだよね。そこが悩みどころ。敵と戦っていきますか。足軽だから、まず最初ブロンズの盾使って、自分もブロンズの盾使って、サイコダガー切りつけよう。で、爪、そうか、バトルハンマーごついカイ様、武闘派だな。何気に最後だが84、まあ強い。いて12、基礎防御力を上げたいんだよね。まあ防具でなんとかなるけど、通常の防御力も上げたい。最後だが中心に使っていきますか。上がらない。やっぱりね、行動はしないと能力は上がらないみたいなのと、その敵のチェーンが発生した方が能力は上がりやすいっていう感じみたいですね。ここら辺とかってなんか宝箱あるのかな。こういうフィールドマップに宝があるのかよくわからん。まあ、いや、見かけたら乗っていこう。来る。これ後ろからとかなんかあるっけ。ジャガー2体、最初ブロンズの盾で、ブロンズの盾で、ダガーで殴って、ダガーで殴れば魔力はまあ上がる。27、90、火力が全然違うな。愛人強いで、モンスターとうちのガラクタちゃんは戦闘ではなんかあんまり活躍させる意味がないんだよね。戦闘での行動パターンで能力が上がるわけじゃないんで。最大ヒットポイントは何だ。そう、ヒットポイントは基本的にどんな行動をとっても上がるっぽい。ヒューマン2体だな。ちょっとチェーン発生させるか。意図的にチェーンを発生させるのも重要。またここら辺はなんとかなるからね。ブロンズの盾、なんか防御よりはスパイスの方が先に上がりそうだから、ちょっと炎で一掃しちゃおう。はい、早いな。だいたい先に行動する。で、後ろから殴られたけど無駄。で、1体残って、俺がレジアでついて倒せばスパイスが上がるかもしれない。何、弓があと20本。まあまあまあ大丈夫っしょ。でブロンズの盾使ってサイコダーガーで殴って爪、ブロンズの盾にしよう。カイ様早いから。最大ヒットポイント最大ヒットポイントばっかりだな。敵の強さも関係するのかね、上がりやすいみたいな。でもさ、力はまあ20まで上がってて、素早さ僕6だからね、まだ上がる余地はあると思うんだけど、どうでしょうか。
アシュラは女神の像と呼ばれて最強の秘宝を手に入れ、他の世界も征服して唯一の神になろうとしている。天の柱がアシュラの世界への道になっている。そういうのはみんな知ってるんだね。ネオ、あ、ケアルで回復させればよかった。まあいいや、まあ、せっかく新しいところに来たんで武器とかを覗いていこう。一応話していこう。アシュラの基地は普通のやつは入れない。どういうこと？今入れるの？俺たちはブリザードの章売ってんじゃん。たっけ。サブマシンガン、たっか。ロケットパンチ、銃なんだ。187、デリンジャーよりは強い。念仏の本は多分デス的なもんだよね。え、サブマシンガン欲しいけどちょっと手が出せないぞ。全然手が出せないぞ。ちょっとどころか。道具見よう。道具屋さんに防具が売ってるからね。ケアルの書、エリクサ売ってんじゃん。5000円。高いんだか安いんだか分かんない。ケアルの書がだって6800円。ただ30回使えるからね。防具が売ってないな。ミスリルのコテがじゃあ最強か。ミスリルのコテも3000いくらで売ってたけど、お金的に買わなかったんだよね。ちょっとこの装備でそのアシュラの基地へ行けるのかどうかちょっと行ってみよう。アシュラの基地周辺で敵が変わんのかな。強盗変わらない。強盗ごときで能力上がらない可能性があるよね。無駄。愛人だが雑魚がパンチ最悪。もパンチを使っていくしかない。強盗が使ってる段階でもパンチ弱そうだしな。ジャガーこちらもう速攻で始末した方がいいか。で結局武器って回数があるから、そのサイコダガ一発殴ったじゃないですか。サイコダガ一発で収支がプラスになってるのかマイナスになってるのか。サイコダガ結構高かったからね。収支的にはちょっとジャガー一体だとマイナスっぽい。でもアビリティ使えば全然回復できるんでそれはいいんだけど、ブロンズの盾とかは弱い。てか安いから大丈夫。肉、いやここら辺は無理だな。食べる気がしない。さてじゃあちょっとイベント的にちょっと惜しい。ジャガ2体。まあでもブロンズの盾は使っていこう。世界様は多分上がらないよね。で21個までいこう。あれそれパンチ90だけど間違えちゃったよ。またブロンズの盾を使ってしまった。スリプル覚えた。スリプルよく覚えるな。この扉を開けるのってか小さくね人間の方がでかい気がする。カイ様より小さくないこの扉。あ、なるほど、普通の人では入れないって。お、ちょっと戦う。ジャガー変わんねえな。すげえいっぱいいるんだけど。ブロンズ、ちょっとブリザードでジャガーを一掃して炎を使おう。カイ様って魔力どうなんだろう。ちょっともったいないけどブリザードの書とか買ってあげるのもいいかもしんないね。たっけえかんな。愛人ブリザード強い。盾持ってないときはダメージ食らってさ、盾持ってるときはガードするってわかる。攻撃を食らう前に
回避できるのかどうかが。レイピア弓はね素早さが上がるっぽい。あ、サンダーショットとか持ってんじゃん。まあ、ちょっとタコ戦で使うのはどうだろう。ミカミックス攻撃は遅いな。よし、攻撃してくれたか。でもちょっとダメだ。パンチやたら手に入るな。パンチを打ってなんとかするか。金策、いやこれ多いや。ちょっとレイピアにしよう。切り替えよう。炎炎、レイピア。ちょっともう上がるのは期待できないな、ここら辺だと。強いところに行って一気に上げた方がいいのかな。これ何、普通の扉だし。え、なんかアイテムとかある。チェーン狙うか。 3チェーンどうでしょうか。超いっぱいいる。ブロンズの盾、レイピア、おなじみでハエがちょっと多いからな。大佐まで一気にハエ男、しかも素早い。炎、ダメだ。ただ400円か。まあまあ金としては手に入るけど、それでも6800円は遠いよな。でアシュラの基地は別にアシュラがいるわけじゃないんで、多分中ボス的なものだよね。これなんかさ、隠し扉みたいなのあったっけ。足軽がいっぱいいるな。ブリザードでいくか。いや、スリプルって7体ちょっとやってみよう。一回攻撃を食らうのはしょうがない。寝ろ。え、何人寝た。みんな回復してるし。どういう状況なんだかよくわからん。ブリザード使おう。殴れ海様。あ、今の足軽は寝てたね。え、これ3人までしか見えない？てか3人までしか攻撃にならない1グループって。ちょっとそこら辺のシステム周りがよくわかんねえ。クロクソだと10本しかないんだけど。まあいいや、サンダーも使ってみよう。じゃあサンダー、け、寝てるな。ロングソードゲット。もうなくなりそうだから。でもまだ予備はあった気がする。いや、足軽が多いね。で、ブリザード。敵の数的には4体だから。やばい。ガード。あんまり食らわなくなったな。とか相手に飛行装備してんだっけ。いけ、ブリザード一発で倒せねえ。サイコダガーも使おう。ミス出た。ガラクタちゃんのミス。ちゃんとエスマはね、魔力用の武器もあるから、それを使っていけば強い。だ今のところ人間のミカミックスが弱えんだけど、特徴が全くない。最大ヒットポイント、よし、素早さ上がった。
速さ20とかに上げたいよね。力が20まで上がってんだから。こっちの方とか宝箱あんのかな。足軽がいっぱいいる。サンダーでぶっ倒すか。で炎を使っちゃおう。で炎を使っちゃってサンダーで、あでもかける6にはなってたな。ん、移動した。ここでわかる。あ、6人移送してるわ。早い。肉はいらん。でもここで結構金が入るんじゃないか。アイテムの取り逃しとかはな、ちょっと悲しいんだよな。敵は弱い。なんか防御よりは素早さの方が上がりやすい気がするから、先にレイピア使って防御も上がったらラッキーっていう程度だな。愛人サイコダガー持たせたから普通に単体火力も強くなってる。弓で素早さが上がってないよね。ここら辺の成長システムをちょっと理解しないと後々大変そう。ただ武器と防具だけに頼ってるだけだったら基礎的な能力を上げないといけないんで、それを通常の戦闘でやっていきたいんだけど、戦いはチェインを狙う。あいつ来ないか。宝箱、ちょっと待って、こいつもおびき寄せて、待ってね、この距離じゃチェインにならないのか。足軽、足軽強いからなんか上がりそうなイメージ。サンダー使っちゃう一気に。多分これサンダーのそれ全員倒せるから、これだと上がんないんだよね。ただの金儲け。あ、三勝、あそこに人間がいる。来い来い来い。早い男、えぬきもどき。こういう時にどう対処していくか。ブリザード、ハエ男とえのきもどきは魔法で、まずカイ様が強い。普通にハエ男早いな。弱いけど、愛人のブリザードで一掃しろ。144、これはいける。で残りは骸骨とゴブリン。無駄。そろそろデリンジャーを投入しますか。全く当たらないデリンジャーで最高だから、弓がちょっとね回数が減ってきてるんで。当たった。スリプル、スリプル、何なのこのスリプル。カイ様基礎能力見てみよっか。能力カイどうやって見んの。8、14、13、11、やっぱ力が若干少ないけど、今ここら辺14くらいあればパラメータ的には強いんだね。で10ちょっと必要なんだよやっぱり。そう考えると、まあ、メカは少し力捨ててるんでいいとして、装備で16、12を補ってるから大丈夫。ちょっとミニドラゴン弱えな。まあ宝箱回収するか。素早さのもと超使い手使ってこ。どんどん3も上がるのこれ。ミガミックスマジか。
え、そうやって上げていく？もしかして元を使って。いけ、いっぱいいる。ブロンズの盾で、レイピア、待って、レイピアこっち。足軽はどうすかな。ブリザード先にミカミックスが動いてくれればいいんだよ。愛人より先にカイ様も先行できるから1グループ処理するでしょ。でここで俺がレイピアを使って、その後愛人が魔法を使ってくれればベスト。ジャガ結構食らう。そろそろちょっとケアルを使って回復させるか。ジャガーはそこそこなのかな。いや空気はしない。ただちょっとケアルを使いましょう。愛人に癒される。よし OK。 あ、カイ様のケアルでもよかったね。カイ様はだって割とすぐ仲間から外れる気がする。お、ゴールドのコテどうしようかな。愛人は多分もうね、武器2つ防具2つがいいんだよね。で半分はもう能力で埋まっちゃうから、バランス的に考えるとやっぱ武器1つっていうのは少しバランスに欠けてるから防具2つで、自分は4つ4ついけるっしょ。コテを、え、基礎防御力って上がるよね。1しか増えないけど、でどっちだこれ。どっちもいけんな。先にこっちを覗いてみよう。え、一周するだけか。あいつ引っかかってる。シカトしよう。アシュラの基地5階。お、宝箱くれ。一応見渡そう部屋は。こいつを引き連れて、こいつも引き連れて、あれ全然動物的感覚だからか。足軽3勝を我慢。ブロンズの盾何個、9個か。レイピアで3勝負で、ブリザードでジャガー、サンダーの書は使う。足軽消えよ。よし愛人、無駄。でデリンジャー使って、あとは普通に攻撃をしていきますか。でも一応ブロンズの使おう。最後だが爪ハンマー効かんよ。肉、多分肉より前に先に能力アップが入るよね。こっちはめんどくせえな。バトルアックスか、いいね。バトルハンマーよりは強いでしょ。じゃボスっぽい。なんか体勢を整えたかったけど、しまった、閉じ込められた。え、なんか似たパターンを遺跡で見たんだけど、カイも一緒とは都合がいい。死ね、シンプルだ。ライノサウルス一応ちょっと1回ずつ行動はしておこう。ブロンズの盾、寝るかな。スリプル爪、サンダー、さすがに一発じゃ死なないでしょ。144、機関、寝ろ。寝たこれ起きるよね。ゼロ、ゼロじゃ大したことないか。じゃあ弓、レイピア、一応弓使おう。素早さが上がる可能性があるから。まだ20個あるから大丈夫。
サンダー。まだ寝てるね。エピアップ9弱い。むちゃくちゃ寝てんな。死んだ。しかも上がらねえし、弱すぎる。くっくっく、残念だったな。ほとんどの秘宝はすでにアシュラ様に送った後だ。アシュラ様万歳。爆発した。自爆装置を押したのか。ここは爆発する。早くその手口から逃げましょう。じゃあアシュラの基地ってあれじゃん、宝箱逃したらさ、ちょ危ねえよ。巨人のツルハシアビリティ発掘。え、防御のマギ、炎のマギ、あ、いいね。あれ、エスパー今何につけてたっけ。魔力のマギみたいなの。カシアの基地こうやって見たらしょぼいよね。ミニチュアみたい。これで一安心。でもアシュラは手に入れた秘宝でさらに強力になってまた襲ってくるでしょう。その前に私たちがアシュラをやっつけに行く。カイ様いるの？いや、カイ様ここで離れるな、確か。で、カイ様、確かにヒットポイントは少ない。で、サブマシンガン欲しいんだけど、次の街で何が売ってるかも気になる。まあいいや、ちょっと先行っちゃおう。なんかさ、全体的なこの作りが小さくないか、さよなら。私はここに残らなくてはいけない。ミカミックスなきっとやれる。お父様も見つかる。頑張って。ありがとう。入ろう。これが天の柱。すごい。カイの神殿が見えます。道が見えないかな。向こうに大きい島、大きい島みたいなのが見える。あれが隣の世界。これが世界。なるほど、こういうシステムだったんだ。展開連絡通路。あ、で展開はちゃんと歩いていくんだ。これ誰？いや、君たちはマジか。これか。まあまだいいや。で、まあどうせここしか行けないっしょ。で、すぐに砂漠の、そう、街っぽいのがあったと思うんで、ちょっと敵だけ戦ってこう。さすがにワンランク強くなってるでしょ。ゾンビ、グリーンスライム、ブロンド盾、レイピア。炎が効きそうだね。その前サイコダガーで1体ずつ排除していこう。でここは肉を作っちゃおう。もう新しい世界に来たから。溶かす、ガッツ。溶かす、やべやべやべ、やはり強い。ダメだ、ペット役に立たない。デリンジャーも使おう。ブロンズの盾は開いちゃって、炎だな、溶かしてこう。ダメだ、よし、クリティカル、よし、素早さアップ。ゾンビ超まずそう、腐ってそう、この肉。しかし腐った肉を食う。ダイブウォーク、ゲッツ、ヒットポイント195。能力を見てみよう。ペットが一気に観葉植物に進化し、杖、力18、魔力18、素早さ14、防御21。ただし炎には弱い。脳筋だね。枝、体当たり、
や魔法が使えた方が便利そうだからな。よし、この世界に来たから肉はどんどん食ってこう。とりあえずペットは今後観葉植物として役立ってくれるだろう。ちょっと新しい街を覗いて、まずは寝る、ケアルで回復しよう。ちゃんとさっきダメージを食らっちゃったからね。ただしこれでうちの観葉植物も戦闘では役に立ってくれるはずだ。まあ、ミニドラゴンもね、炎は強かったけど他が弱いからね。炎以外特徴が全くない。じゃちょっと先に道具屋近いから見るだけ。まずはゴールドのコテ。ミスリルはじゃあ全然あれか、先なのか。なんで売ってたんだろう、3000円で。ゴールドの兜持ってんな。あれ、ここってさ敵出なかったっけ、普通のゲームボーイ版だと。それはなくなってんのか。レイピア、ロングソード、ムチ、サイコダガー、キック、スタンガン。あ、これでも攻撃力はないね。デリンジャー売ってんね。バトラックス、あー、サブマシンガンちょっと買いに行こう。1本持ってて損はなさそうだからね。というわけで、じゃあアシュラのいる世界、砂漠の街に来ましたので、今回はここで終了したいと思います。次回はまたちょっと買い物とかをして、この砂漠の街から始めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。